大谷翔平が衝撃発言、ニューヨークの街に出たことがない。ヤンキースタジアム100周年というメモリアルな一戦に見事ホームランを放った大谷翔平が試合後、囲み取材に対応。地元の番記者から球場外でのお気に入りの過ごし方について問われると、一度も出たことがないのでわからないですと笑顔で答えた大谷。メジャー1年目から同球場でプレーし、ヤンキースタジアムでの出場はこの日で18試合目。大谷のまさかの回答にメディアからは思わず笑いが起きた。また連戦でタイトなスケジュールが続いていることにも触れ、睡眠が一番大事、いつ寝るかの準備を数日前からしっかり計画的にやる必要があると語った。睡眠もスケジュール化してるのか、睡眠が一番大切。本当に他の物事は二の次って感じなんだな。どういうところで気分転換してるんだろう。逆に大谷は夜遊びする姿が想像できない。多分ニューヨークだけじゃないだろうな。